で今から、ミネゴンクッキングさんとコラボして、豊洲のランニングコースをね、今日紹介いたします、皆様に。ぜひね、このコースで、皆さん走ってみてください。特に夜がおすすめなんじゃないでしょうか。ということで本日は20キロのペースをしています。なかなかね、今 11.5 キロなんですけど、風を感じながら走ることができます。でこちらララポートもあるので、早速給水に行きたいと思います。おめに不動産転職しろよ。いや、不動産なんか見てこれみたいな。ということで、謎のカフェを見つけたので行きたいと思います。はい、ということで、SL の庭夜景ってとこに来ました。ということで、私たちはいちごのキイチゴのショコラを頼みました。はい、中世ヨーロッパに僕たちは前世がいたようですので、なんかちょっと思い出しました。めっちゃ昔の話を覚えてます。おってことで、はい、夕方の仕事の後のカフェを今はねしてました。もうしばらくは361に行きましょう。 OK、 懐かしいっすねってもう引っ越した後みたいな。もうなんか定食屋も気になりますよね。そうやんな、こういう店がなんかいいんよな。やってなかったら行きましょう。うん、はい、やりやすいね。はい、確かに梨がある感じ。フィッシュ、フィッシュ、Oh my god.